今回の番長チャンネルは番長の森だより第2弾です。まずは先日番長の森で行われたイースターイベントをご紹介します。このイベントは千代田コミュニティラボで子育てサロンを行っているジンの代表の娘さんカレンさんが子どもたちに英語を身近に感じ楽しさを知ってもらいたいと企画したものです。 Today is our Easter day! Yay! イースターを簡単に説明しますと、日本語で復活祭と呼ばれるキリスト教のイベントで、イエス・キリストの復活を記念するキリスト教ではクリスマスよりも重要な祝日なんです。また卵がシンボルになっている理由は、卵が生命の始まりや復活をイメージさせるからと言われています。まずはグループに分かれて英語で絵本の読み聞かせです。タチタチタチイエイタチ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 絵本が大好きな女の子に続きをせかされる一幕もありましたが、みんな絵本の読み聞かせを楽しんでいました。絵本の読み聞かせの次はメインイベントのエッグハントにエッグペイントです。探しに行こう卵。まずは番町の森に散りばめられた卵のカプセルを探しに行きます。卵を見つけたら次は好きなようにペイントです。すると子供たちの中でこんな会話が。やつないのか。右手英語で会話をしていました。そして世界で一つ素敵な卵が完成。キンディカー。わお、It's beautiful. 青いでっかい卵。これは？手裏剣卵。思い思いの卵をデザインする子どもたち。中にはこんな卵も。お顔だ。かわいい。みんな笑顔でイベントは無事終了。そんなイベントを企画してくれたカレンさんに、ちょっぴり英語でイベントの感想を聞いてみました。みんな楽しそうでしたね。すごくね、嬉しいです。なんか It was more people than I expected。 思ってたよりいっぱいの人に申し込みいただいてすごく嬉しかったです。これがね、また皆さんの楽しみにもつながって、これからの子どもたちの英語の学習にもね、つながるから、とってもいいことですね。そうですね、英語はやっぱり学ぶものっていうか、勉強ガリガリするものじゃなくって、こう日常にあるものだったり、お友達と喋るために必要なものっていうのをちょっと意識して伝えていきたいなと思っているので、こういう楽しいイベントで英語を興味持ってくれたらいいなと思います。 I'm looking forward to the next time. I really hope I could do that. Thank you so much. Thank you so much. 大丈夫かな。続いては5月のオリジナルカレンダー企画です。まずは元気いっぱいこちらのワンちゃんを撮影します。カリくんいい子だね。元気だね。カリくん何歳ですか？4歳ですか。とってもパワフルなハリーくんに合わせてご主人もダッシュです。ハリーくん待って待って待って、ハリーくん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 、いいと思うな今。元気に動き回る中頑張りました。渾身の一枚がこちらです。毛並みも表情もいい感じ。続いては恥ずかしがり屋のこちらのワンちゃん。ピザさん、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 待って待って待って、ピザさん、ピザさん、こっち向いて、ピザさん。
大好きなご主人を見つめるつぶらな瞳が可愛いですよね。続いてはミルキーさん、好奇心旺盛なミルキーちゃん。真っ白で可愛いな、こういう人懐っこくてキュートな表情を撮影できました。こちらは気の合うワンちゃんたち。新しいお友達に大興奮で尻尾がビュンビュン飛んでっちゃいそう。ポテトさん、ポテトさん、ポテトさん、いい子ですね、はい、みんな人懐っこくていい子でたくさん写真を撮ってしまいました。いいの撮れたよ、すごく可愛いの撮れてます。皆さんのご協力のおかげで完成したカレンダーがこちら。新緑の番町の森をイメージした緑のデザインで、お散歩中のワンちゃんたちの楽しそうな様子を撮影することができました。完成したカレンダーは番町の庭にある掲示板に飾らせていただきます。そして私もぜひこのカレンダーが欲しい、我が家にも飾りたいという方は番町チャンネルの概要欄の URL までお問い合わせください。